シルクロードの経が、はい、それが感じられない。あとお通りの状況になってしまいました。これ感じられない。はい、それは形つまるです。すいません、あとお通りの前にやってるわけじゃないっていう急に感じが飛んでしまいました。それでは今日はいい人、いい演奏のいい人さんになった、なってしまいました、東北アコのグループの皆さんですけれども、お人で頑張られるということです。私は当然横で見させてもらってたんですけど、ボタンがいっぱいつけて何を弾いているか私はさっぱりわからなかったんですけれども、なんか感覚とかで覚えてらっしゃったりということなんですけれども、なかなか私には挑戦できないだろうなと思いながら、アコーディオンを確認しておりました。でも素敵で、すごい鍵盤のところも回避になってたりして、ピカピカ光ってて、アコーディオンかっこいいなと思ってやってもらってましたので、アコーディオンの鑑賞に楽しみにしています。それでは